ゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょう帰省や観光地に行くとき、高速道路を使う方も多いかと思います。今回の動画では、高速道路での渋滞時、どの車線が速いかをのんちゃんがお伝えしています。それではご覧ください。皆さん、こんにちは。 時刻は10時を回りました。引き続きウェザーニュースライブ、サンシャインは大島理論が担当します。よろしくお願いします。さあ、この時間も天気カメラから高速道路確認していくと、千葉方面、混んでます。混んでますね。なかなか進んでおりません。渋滞していますね。これ出口かなぽいですよね。 ねえ。出口も詰まってるし、さらに先に行きたい方々も、ノロノロのろのろのろということで、渋滞してしまっております。東京方面は流れていますね。けどちょっと多めになるのかなわかんないな。<laughs> どうだろうどっちだろうこれはまあ普通レベルだなと思うんですけども。ねえ。でもちょっと東京方面の車も増えてきた。 このさっきよりなんかちょっと増えたなという感じがします。みんな楽しんでね。<laughs> え、ここに皆さんで問題です。ああ、さっきのね高速道路での渋滞、どの車線が早いでしょうか。ちち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 ち。大丈夫みんな。さっきの聞いてなかったとかやめてね。でもコメント結構盛り上がってましたよ。<laughs> なんかねいろいろみんなこう。 いろんな意見をね、おっしゃってましたけども。大丈夫え、なんか笑われてる。変わらないどの車線でも変わらない。いや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 ノン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 。<laughs> 答えいいよ言っちゃうよ <laughs> 右じゃないです。右じゃないのって来てますけど、右じゃない。左です。左。追い越し車線の方が早そうだけど、左の、えー、第一走行車線の方がいいんだよっていう話でした。 意外や意外ですよね。ぜひ、これからね、ゴールデンウィーク中、お出かけ行かれる方だったり、あとは、ね、もし今日行かれる方だったら、あの、左車線にしようというふうに、覚えておいていただければと思います。なんかわかんないけどね、右の方が流れてる気とかするんですよね。真ん中の方が流れてるなとか、思いますけどもね。 でも左らしいですよ。だから惑わされないでっていう話です。あの、トータルで見るとっていう話。あー、わかった。これさ、ここで3から2になるんだ。違うかな曲がったカーブで3から2に。ならない。ならないです。<laughs> ならないです。<laughs> ね、ここで合流してくるね、車とかもね、いますからね。うん、そうそう、長い目で見るとっていう話です。はい。ぜひ参考にしてみてください。なりませんでした。<laughs> いや、見えるんだもん。なんか3から2になってるように見えたの。カーブしてるから見えるでしょスタッフさん知ってたので、あの、なりませんっていうふに教えてくれました。すいません。 大変失礼いたしましたならなかったです。